テモンが追ってこないところまで。そんなとこあるの？まずい。しっかりしろよみんな。俺たちには紋章があるじゃないか。そうだけど、紋章で本当に進化できるのか？できるさ、ダーグマ。シャキッとしろよ。もう一段階上に進化できるのはお前だけなんだぞ。うん。よし、じゃみんな元気出していこうぜ。おエネルギー？
進化したデジモンたちは大量のエネルギーを消費しています。なるほど。あとはパートナーに危機が訪れた時進化するケースが多いですね。エネルギーとピンチか。正直まだよくわからないことだらけね。デジモンたちもよく知らないみたいだし、それに紋章がどう進化に関わるのか分かってないし、あまり焦って考えても仕方ないですよ。いや、だからこそ分かってることを試した方がいいんじゃないか。試す？なんだ、なんてよ。ダメだ。みんなお前の進化に期待して貴重な食べ物をお前にくれたんだ。私の分の食料が。だから俺とお前で頑張んなきゃ。アグモン、かわいそう。そうね。あれじゃアグモンを追い詰めているようなもんだわ。太一さんってクラブの時とか僕たち後輩には優しかったですけど。太一って突っ走るタイプに見えて周りの状況を冷静に見てるんだけど。意外だな。紋章を手に入れてからなんだか人が変わっちゃったみたい。ん？これは。どうしたアジョン。僕のタグが何かに反応している。あっちに建物がある。きっとそこに紋章があるんだ。行ってみよう。あ、大丈夫ですか、ジョー先輩。この邪魔なケーブルめ。どうしました、エテモン様。ネットワークに何か引っかかったわ。どこです。コロッセオのそばよ。アチキが毎年コンサートを開いている。げー、ずいぶん遠いですよ。でもそこなら面白い見せ物が。うきききききき。近くで見ると随分古いね。ローマ時代のコロッセオみたいだ。それって何ですの。昔の競技場さ。タグの反応が強くなってきた。やっぱり紋章はここにあるんだ。中を探してみよう。ああ。紋章を探そうぜ。もう動けない。休ませて。なんだよ、しっかりしろよ。休ませてやれよ。手がかりはこのタグだけだし。オイラとジョーで探すからみんなは休んでて。俺も探すよ。タグの反応はどう？うん、今までで一番強く反応してる。この近くだと思うんだ。うわぁ、サッカーボールよ。ねえ、サッカーしない？面白そう。人間チームとデジモンチームに分かれてやるか。サッカーって一体何か。サッカーというのはですね、まあこんな時にサッカーなんてよくやってられんな。キキキキ、あちきってくれんと。やー、出たー。落ち着いて。以前と同じエテモンの立体映像です。みんな待って。みんな大丈夫
こんなニュースに捕まえてるつもりかいな。ああ、触らない方がいいわよ。ネットには高圧電流が流れてるんだから。みんなを解放しろ。もう、慌てんぼさんね。本当はアチキがお相手してあげたいけど、あいにく今こういうところにいるの。でも心配しないで、代わりにスペシャルなゲストを用意してるから。スペシャルゲスト？きっと驚くわよ。イエイイエイイエイ。グレイモンだって？驚いてくれたようね。なんて心にくいアチキの演出。さあ始めるわよ。 It's show time。 アグモン進化だ。頑張れグレイモン。偽物なんかに負けないで。進化するんだグレイモン。メガフレイム。このままだとまずいですよ。お前進化せんとやられますし。進化だグレイモン。進化しろ。ダメですよ太一さん。太一さんの紋章が何の反応も示してない。進化は無理なんだ。無理なもんか。グレイモン、お前ならできる。自分の力を信じるんだ。それより動きがいつもより鈍く見えないか。そうか、食べ過ぎで体が重いんですよ。あら、意外と早くケリがつきそうね。あっちで退屈しちゃうわ。早く何とかしてここから逃げましょう。でもどうやって。ああ、いてて、みんな無事か？みんな怪我はないみたいだけど、ここはどこなの？コロッセオの地下にある遺跡みたいですね。タグの反応が弱まってる。落ちた時紋章もどこかに行っちゃったんだ。でも大地とグレイモンが地上に残ったままよ。どちらにしろ地上に戻る方法は見つけないと。紋章も一緒に探せばいい。ああ、紋章があればきっと助けになる。タグの反応が強くなった。こっちで間違いないみたいだ。やった、先を急ごう。じゃあ、タグの反応が強くなった。こっちで間違いないみたいだ。やった、
先を急ごう。じゃあ。
紋章を見つけた時と同じものです。壁が光った。光が収まった。ジョ、紋章は？タグに紋章が入ってる。やったー、ジョーの紋章だ。大地たちのところに急ぎましょう。Thank you.
違いまっか。コロモンに戻ってる。大丈夫か。でもみんなにひどいことしたみたい。自分でもどうにもできなかったんだ。気にしないで。そうだよ。みんなの期待に応えられなくて本当にごめんね。違う、お前が悪いんじゃない。悪いの
わかってるわ。悪いのは俺だ。そういうつもりじゃ。俺、知らず知らず焦ってた。紋章を手に入れてからさ、何か自分だけで戦ってるような、そんな気になってたんだよな。悪かったな、みんな。コロモン、ごめんな。